どうもこんにちは、アポロです。神戸ハーバースタジオ2月23日ズンズンスプラッシュ、皆さん待ってます。絶対ヤバい1日にしようぜ。ガーガ。あ、店、どこの店、はい、ここの店、ここの店、来ました。ランチで、いや今日は、はい、ランチタイムというか、はい、あのレート、俺の地元の飯屋に来ました。ど地元でしょ。ど地元、ど地元飯屋で、喫茶店ですね。はい、ということで今日はもうご飯食べるだけの会です。いただきます。焼きそばじゃないでしょ、絶対。最近何しやん。今アルバム作ってます。今日もその録音すかな。あ、青春で。そうそうそう。なんか19の人と。あ、そうなんですよ。インスタライブしてた。そうそう、配信する前日にインスタライブしてたら、本人の人があのリクエストしてくれて。あ、いきなり来た。いきなりです、いきなりです。で、一応 DM で19カバーさせてもらいますみたいな DM は2回ぐらいやり取りしてたんですけど、そこから別に連絡取ってなかったんですけど、最初はコメントくれて。そうなんや。そうして、あ、仕込みちゃうんや。違うっすよ、インスタライブで初めましてですとかね。初めまして、レイクだみたいな、配信おめでとうみたいな。へぇ、めちゃくちゃ焦ったっす。そうそう、そこ見ててたまたま。あ、マジっすか。めちゃくちゃびっくりしたっす。しかもそれのあれする前にもう一人の相方の人が大阪でライブしてたんで、その人に前にいてたんですよ、うん、それ終わって、ああよかったなっつって帰ってきてインスタライブしたら、もう一人の人がそこでまた初めましてやったんで、すごい一日だったっす。でも通ってるんですか、まだけど。今何来てんの。すげえ、そんな店はないっすね。中1から来てる。長っ。中1から。中1からやから、もう、どんな。中1って言ったら13歳っすよ。20年以上っすよ。だから20年ぐらい来てるな。中学校の時は何食べてたんですか。ずっと一緒。ずっと一緒。初島ポエム、あの、カツノセ出てきたら調べて言われた時に、ここ。出てきた。もう初島カツノセって載せてるだけ、調べたらそこで言ってます。ここはここで言ってます。カツノセが一番うまいですか。ジュニア君的には。喫茶店って感じですね。もう毎日はパンだね。あ、そう。お友達だと溜まってたんですか。うん。うん。クリアツアだよな。え、クリスといてるでしょうね。毎日はこれ、ほんまに毎日だった。中学生漫画あるやん。あ、まあ、そう、漫画全部読む。いや、まあ、あ、これ今変わってくるけど、週刊系のもあるね。だ、あ、ほんまに毎週だ、一気に全校で見れるやん。飯も食えるし、ね、おばちゃんに言うたら新しい漫画買ってくれる。優しい。これ読みたいって言うやつ。あれやあれないっつって、あとはみたいな。優しい。漫画のラインナップいけてるっすね。キングダムもあるっすね。いやいや、なんからしいんですよ。多分誰かのリクエストしてんじゃん。ああ、でもね、ひょっとしたら進撃のやろう。絶対あのおばちゃん呼んでないですもんね。呼んでるんですかね。めっちゃ呼んでる。話してきたもんですよね。多分俺見てないな。見てない。おばちゃんのこと川端くんで。まだ川端くんで認識してるんですか。まだ。ああ、それまだか。そうか。今日も川端やってる人いるんですか。ああ、そこで住んだりとか。うん、あ何してるかとかは知ってるんですか。なんとなく知ってるの、うん、そんな話しとれない、はいはい、20年以上通ってる店とかないっすね。なんか中学校から喫茶店っていうのもすごいっすね。うん、ないよな。俺も喫茶店に行ったことがなかった。だからあの昼これ給食やったのか。はいはい。あ、給食じゃん、弁当やったのか。だから中学校の時お前朝500円置いてからに。ああ、そういうこと。パン買えるから、パン代の。その500円を使わんと、200円セットパンっていうのがあるんだよ。はいはい。何がついてるんですか。
なんかコーヒー牛乳と、なんか余ったパンに行こう。あ、余ったパンなんだ。だから安いと。そう。あ、なるほど。それを買って、はい、お昼、はい、300円余るやん。はいはい。それをずっと貯めてんの。あー、なるほどっすね。なるほど。で、その貯めたお金で。そうそう。とか、まあなんか、ちょっと悪いことしてるお金で。はいはい。ちょっと悪いこと気になりますけど。ジュニア君の中学時代って授業にはおるんすか？俺もう言ってないですね、その感覚そのままは1年の時は結構ちゃんと行ってたけどな、うん、中学からあんま行かなくなったかもな。もう学校自体に行かなかったですか？ホームルームだっけとか。あー、出ていくんですか？いやでも、だから4時間目以内で出な、あの、なんちゅうの、その、俺んち両方共働きやったから、はいはい。おらんやん。ああ、帰っても。そう、でも、おひ、昼休み近くやから帰ってこんやん、家に。ああ、なるほどですね。そこにおったら、え、行ってないやんってなる。ああ、はいはいはい。それまでに出るっていう。あ、なるほどね。じゃないの、この500円玉ゲットできる。はいはいはい。行ってないやつからなりますね。そうそうそう。授業です。どこに行ってるんですか？どこに行ってるんですか？友達んちとかも学校そのまま行くか。はいはい。行って体育館の部に通るとか。授業は出てないですね、だから。そういうのが多い時代ですよね。だからほんまに体育館おらんみたいな。はいはい。今ないやろ、そうだ、多分。ないね、ないでしょうね、あんまり。体育館の裏にみんなおるみたいな。はいはい。体育館の裏行ったら誰かおるみたいな。ああ、なるほど。クラス関係ないですか？もう学年やな。学年のやつで。いや、まあでも漫画みたいですね。クローズとか。そんなだ1年はここのなんか溜まり場みたいな。あ、2年は決まってるんですね。はいはい、3年は大観覧。はいはい。それが、ね、結構分かれてるやん。はい。レイ君の地元はもっと。もうちょっと違うところです。うん、結構離れてるな。俺と泉市寄りやから、堺でも。堺出身のレゲエ関係の人って結構いてはりますよね。うん、結構、じゃあもう、いや俺やろ。で、まあ俺は途中からやないけど。あ、まあまあ、そうっすね。三原くんですね。三原くんになったっすね。だから、まあ俺とか、ベス君、ベス、MG くん、あとやろうよ。あ、カウマン。え、カウマン坂井？カウマン浜寺です。あ、そうなの。はい、前、前おるよ、いっぱい。はい、まだ R 指定とかも坂井じゃない？ R 指定坂井ですね。 R 指定坂井です。あ、上の指定はカウマン、そこら辺です。ターミネーターで坂井。はいはい、そうです。ターミネーターの地元も一緒です。中学も一緒です。大好きか。結構多いな、広いから。多分探しまーも、ビガーも。あ、そうっすか。ビガーも、そうそうそう。ビガー隣の中学や。あいつもここら辺ですよね、なんか聞いたこと。もっとサウンドマンとか、もっと DJ とかもいっぱいおると思うんですよ。堺の人だけでイベントできんじゃん。できると思うんですよ、全然できると思うんですよ。やってみようか。やってください、やりましょう。やってみましょう。堺の。堺のアーティストだけの。で、堺市民限定。限定。うわ、それ。入場の時に。入場。そう、それ。現住所っすか、現住所。現住所。現住所やったら俺もあかんすよ。ジュニア君も出演者入られへん。それやめとこう。現住所の人は入場無料。安、あ、無料ね。ちょっと安いとかやったら思うでしょ。いや、もう入場無料。入場無料。堺市民集まるんじゃない？いや、めっちゃ集まると思う。やっぱ大阪でもある程度レゲエ人口が固まってるところってありますよね。なんかきっかけってあるんですかね。堺が一番多いじゃん。堺多いと思うっす。やっぱちっこあったからじゃん。ああ、そうっすね。ターミネーターが。あと、まあ、合うんちゃう。うん、ノリが。そのノリ。合いそう。ブラックミュージック系ってちょっと悪い歌多いやん。はい。そもそも。そこにウォーってなるやつは多い、多いっすね。なんか、それで言うな。ハマるって。その、なんか悪い歌。はい。あいつ殺すみたいな。かさ。そうっすね。まあまあいい歌もあるけど、はいはい、あいつ芝生みたいな歌とか、はい、そうっすね、普通聞かんやん。はい、普通ね。堺のちょっとヤンキーとか好きなんじゃ。来たよ。
ただきます。この前あの寿くんとカレー食いに行った時のコメントで、うん、飯食いに行ったのに感想うまいしかないっていう一言しかなかったっていうコメントがあったんですけど食レポしろと俺飛ばせへんなんかコメントで一応あったんです。うまいよね、うまいだけでやる。俺も下手やな食レポ。めっちゃうまい。どんな優しいバージョンって感じ。これで600円安いですね。え、カツ丼の優しいバージョン。夢だね、わかんない。なんだろうな、これ。カツ丼の味ではないですよね。値段は変わってないですか。昔から600円ですか。昔500円だったんじゃん、これ。ね、なんかその時代やったらもうちょい安そうです、料理。いや、昔450円やったんじゃん、これ。めちゃくちゃ安いですね。でも、めっちゃ安かったね。この玉ねぎとか食えんの、お前。食えるっす。調理してたら大丈夫っす。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうしても美味しかったです。美味しかったです。良かったです。ジュニア君の思い出の場所に来れて、思い出ちゃんか続いてるんですけど、なんかあ、そういうコメントいりませんでした。全然いらん。そうそう、なんか、そうそう。とりあえず、こんな感じ。はい。なんか俺の時適当なもんないですか。ただ、あのご飯会は、はい、超緩い、ね。ああ、そうなんです。いつも。はいはい。もう今度ゆるゆるやね。ゆるゆる。でも美味しかったですね。もう味噌汁も最高でした。今度はあの次のやつは検証で霊を坊主にして、はい、焼きそばほんまにつけても、頭でつけてもお客さん気づかんかやと。焼きずこ気づこまず坊主したないっすか。まずその切ってそれをほんまに炒めて、はい、焼きそばしてから髪の毛炒めて焼きそば、焼きそばでしょみたいな。いや、まあ、おもろいけど、嫌です。もう、いじられた。はい、剥いて、はい。え、切らないですか、うん、抜くんですか。剥いて、パンに挟む。もう、いじってくんなよ、これ見てるやつ。その感じ。ジュニア君やからいいねんからな。まあ、店ってここの店のことですけどね。もう、そういうことします。はい、名前、何ポエムですか。ポエム。ポエム。ということで、はい、そういうこと。今日はこれで。ありがとうございました。